はい、それではチュニジアの夜ブリッジの後半の4小節ですね、これをやってみたいと思います。はい、というふうに、少しずつハーモニーとメロディーが見えてきたらフェイクしてもいいと思います。ただし、はい、このフレーズはですね、先ほど最初のブリッジ4小節の中にはオルタードを持ってきましたけど、今回はディミニッシュを持ってきました。最初の2小節、これは、ディミニッシュ、それとコンビネーションディミニッシュのグループ同じスケールです。これはこれもイメドスケールなんですけども、オルタードとは違ってこの2種類しかありません。ディミニッシュと正確にはコンビネーションオブディミニッシュスケール、この2つは同じ、音列ですね。だけど、使い方としてはところどころによって、随分違ってきますね。